仲間は無事でしょうか。治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じぬ獣ですよ。ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。足跡だ。沼の方へ行ったか。よし、方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。方針はどのような僧だ。佐護で流行り病のあった時、顔や手足が腐り、皆から見放された病人を方針は進んで手当てしたのです。大した男ではないか。方針曰く、僧兵は怒りに駆られていると。ですが私の薙刀は少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残る。ソーラが捕まらぬようにな。さっきの方で行こう。
よみがえったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。じきに戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。皆無事か。怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に？腕利きの薬師ゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと？方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。